んないたい。私さ、劇じゃね、うん、気持ちいい。私、どげんたいそこに立ちます。噂のコーナーのサーカスです。まだです。来ちゃいました。皆さんの、はい、お待ちかねの、はい、皆さんの足つぼをやるということで。お待ちかねだったんでしょうか。ドキですね。本当にドキドキします。足つぼとかやったことある？いや、それは初めてなんです。一度もどこかでしたこともないので、いや本当にドキドキしてます。一視聴者としてね、みんなの動画を見させていただいてたんですけれども、本当にあんな痛いっていうね。一番怖いのはサーカス先生のあの笑顔、やりながらなんかすごい笑顔だから怖っ。お手柔らかにお願いします。はい、なんか不調とかある？不調、いや最近はね、ちょっと1週間前ぐらいは少し多分風邪ひいてて喉が痛かったんですよ。だいぶ治ったんで、うん、今のとこそんな不調はないんですけど、まあ、相変わらず鼻は悪いですけど、うん、ちょっとやってみましょうか。はい、お願いします。よろしくお願いします。もうするんですか？あ、するんですね。はい、はい、最初オイルを塗っていきます。はい、いきますね。うん、できます。手も冷たいから沖田さんとはもう真逆。足首をします。それがこのゴリゴリしてる、うんうん、これが老廃物なので、これを流してあげると、疲れとかむくみとかスッキリする。鶴田さんもゴリゴリしてました？はい、してました。うん、ゴリゴリしない人います？あんまりないですけど、ゴリゴリしてる方ってないですか？あ、めっちゃゴリゴリしてます。本当ですか？うん、わかりますよね、ゴリゴリする感じ。あ、わかります、わかります。では、できます。はい、お手柔らかにお願いします。あ、包丁、頭頂部、はい、頭、うん、この辺が鼻だったりしますね。あ、本当、うん、別に大丈夫かな。これが側頭位ですね。頭部マッサージするからさ。うん、あ、自分でされるんですか？します、します。うーん、もうね、劣化が広いんで。これが下垂体、下垂体、脳の下垂体ってホルモンバランスとか。あ、そうね。私さ、平気じゃね。うん、私健康体。本当ですね。首ですね。うん、で、なんだろう、痛くないかって言われるとまあ来るけど、でも我慢は全然できるからね。目です。目？うん。へえ。え、じゃあ眼精疲労とかある人は痛がったりするってことですか？結構痛がられますね。なんか現代人ってどうしてもね、スマホであったり、そうですね、とかね、疲れる人多いから、すごい痛いかもですね、そしたら。いつもあんまりやらないです。ここは副鼻腔。まや。あら、そこは痛いですか？そうですね、若干。副鼻腔ですね。そんななんかピンポイントで副鼻腔炎があるんですね。ね。そうね、ちょっとグッときますね。甲状腺ですね。私、吸い玉の色も良かったらしいんです。健康体すごいピンク色だったよ。いや、すごいですよね。やっぱりメンテナンスをされてますもんね、おやさん。僧帽筋ですね、肩、僧帽筋、はい。楽しいね。ですよね。もう全然楽しい。検査さんは誰かからされました？いや、だってね、リベンジ的な感じで。リベンジ、そろそろされる感じ。それも面白いですね。胃とか消化器ですね。あ、ちょっときますけど、でもまあ大丈夫。うん、ごめんなさい、面白くないんでしょう。そんな、ね、嘘ついてもね。そうですよね、嘘つかなくていいです。嘘演技なんか私仕切らんし。そうです、演技できる人なんて誰もいないからですね。いないから、うんうん、そうですよ、カナにはそんないないです。腎臓ですね。あ、ちょっとくるね。腎臓、肝臓ですね。肝臓、痛そう。
そう。ちょっと下に降りてくるとあれですね。膀胱血腫。小腸。下の方が響きますね。あとですね。不正食器とか、あとは骨神経痛とか。じゃあ骨神経痛ね。腰。めっちゃ気持ちいい。気持ちいいですね。いや、痛いんやけど。はい。痛いんやけど。あ、ちょっと痛くなってきました。いや、痛いんやけど。はいはい、気持ちいい。なんか私ごめんって謝れた。全然悪くないですよ、あやさん。痛いんやけど気持ちいい。なんか言う。大好きなんで、もうストレッチとかすごいするから痛いぐらいが好きなんですよ。そういう人はまさにちょうどいい。あ、そうですね。そうですね。もうすごい、ね、僕が悪者みたいになってました、ね。ここであれですね、変わりましたね。よかったね。沖田さんいじめてるみたいな。沖田さん相当痛かったかな。もう本当に痛いんだろうと思って。さっきの、もっとゴリゴリしてた感じですけど。本当だ。あ、本当。あのゴリゴリがないですね。スムーズですね。そうですよ。結構足上げても軽い。あ、本当ね。ポカポカする。すごいですね。血色もすごい良くなりますよね。あ、ほんと。うち全然。すごいむくむんですよ。うん。あ、全然違う。ねえ、足首すっきりしますよね。うん。頭頂。うん。鼻。うん。あ、そう。結構ゴリゴリしますね。左に重心が乗ってる方の方が多い。あ、そうなんですか。感じがします。みんな左が痛いっていうんで。右利きの人は左を軸に作業すると思う。あう。ちょっと。下垂体。何？下垂体。ちょっと左痛いね。首です。こんな左右差出るもんです。重心とか。うんうん。によって違う。うん、目ですね。ゴリゴリしてるんですかね。結構ゴリゴリしてますね。わ、うん、かります、わかります。首いくちょっ、いや、皮膚の方が響くね。甲状腺、気持ちいい。ド変態。これちょっと癖になる。程よくいいわ。へえ。グッとくるところもあるんだけど、いや、そういう方が多いと思います。あ、本当？はい、終わった後の体調が結構良くなるって方が多いので。へえ、やってる時も気持ちいいし、その後のこうデトックス感というか。これはやらんとわからんですね。もちろん向きに向きもあるかもしれない。私はすごい好きだな。私結構寝れるかも。え、寝れちゃいます。寝れるかも。心臓です。心臓。膀胱血腫。あ、そこ。あ、違う。違うんですか。だいぶ違うね。あれよ、これ痛いところと痛くない時のこの境がいい。腰のところ、左右ともに。で、こっちも、ゴリゴリ。おー、全然違いますね。うん、あのゴリゴリどこ行ったんですか。すごい、流れましたね。おー、いや、全然違いますね。これもびっくり。同じように。高い。うん、実際受けて大丈夫だったから。うん、痛いです。
痛くないとは言いません。暴れるほどじゃない、まあ、でもよっぽど悪いともしかしたらそうなるんですかね。ねえ、羨ましいです。全然もうちょっとやってもらっていい。何が違うのかな。わあ、違いますねやっぱり。うんうん、ね、すっきりしますよね、見た目は、うん、すっきりしました。うん、立った感じがだいぶ違う。あ、本当ですか。そこにいたします。そこにいたじゃないか。明るいですよね。足の裏で、はい、その地面を正しく感じれるようになるってすごく大事なんで、なんか全部くっついてるような気もする。うんうんうん、指か、うん、今もう靴社会というか靴を、ね、履いてるので、はいはい、足のこの今の感覚っていうのはなくなってきてるので、うんうん、これが正常ってことですね、うん、じゃあ。そうするともう本当腰痛とかも全然減りますし。とにかくすっきりですよ。ありがとうございました。ありがとうございました。本当気持ちよかったです。とにかく本当気持ちよかったです、うん、気持ちよくちゃいけないような空調というかありますけど。ありますもんね。でも、うん、本当に気持ちよく、本当気持ちよかったです。いける施術なので、はい、ね、うんうん、あ、すごい軽くなりましたし、うん、なんていうか、ポカポカします。いつも冷たいのでそれが当たり前になってたんで、すごいポカポカするんで、うん、いいですよね。特にこう夏場になると女性って特にサンダルなんか履いて、すごいずっと冷えてるんですよね、うんうん、足って。血色も良くなってますもんね。むくみはすごいすっきりしてるんで、うん、これは嬉しいです。結構やった後の本当2、3日の間のこう体調の変化とかを気にしてもらえると、うん、こういろんな変化が出てくるんで。そうなんですね、はい、あ、すごい楽しみです。引き続きこういった、生活動画、美容情報、健康情報をお届けしますので、評価ボタンですね、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではまた次回の動画で、バイバーイ。ハンモックに寝た自分をイメージしてもらえるというか。ハンモックに寝た自分をイメージですか。なるほど。ちなみにあやさん、ハンモックは乗ったことありますか。ハンモックとかないですよ。イメージ。ハンモックなんかで、みんな乗ったことあるの。さすがですね。ナフキンだな。